こんばんは。そう、今日はね、今日はですね、そう、とあるレッスンの後に3人でちょっとだけお出かけをしました。ミルキーはヒョウ柄のリボンをつけてる。見える？ヒョウ柄のリボンをつけてます。そう、ヤバトン行ったんですよ。あ、そう、ボイトレ、そうそうそう、全然隠すつもりなかったけど、そうそうそう、ボイトレです。めっちゃ美味しかった、ヤバトン初めて食べた。ごめんなさい、なんか静かだと思って配信するといつもうるさくなっちゃう。まあしょうがないか。こんばんは、髪型かわいい、ありがとうございます。ポニーテールは好きですか？ポニーテールは好きですか皆さん。あ、まあ、みずきはポニーテールしてる日はすごいなんかアイロンかけるのがめんどくさい日。そうなんですよ、めんどくさい日はポニーテール。横はなんかこれは自分で巻いた。結ぶだけだから。ツインテールはないです。ツインテールの予定はないです。お団子いつか。ね、ツイッターのポーズめっちゃ謎だよね。みずきもさ、写真整理してたらなんか面白いのが出てきて、めっちゃあのアーヤがめっちゃ面白くて、みずき載せちゃった。許可取りました、本人に。髪がボサボサなんだ。あ、そうだ、忘れてた、ツイッターのアイコン忘れてた。変えようかなって思ったんだけど、思ったんだけど忘れてた。全部見たんですよ、全部見た、ありがとうございます。見たんですけど、いいなと思うのもあるけど、なんか恥ずかしいなと思って結局そのまんまにしちゃった。あ、もう届いた、モバメ。そう、モバメでポネ噛んじゃった。ポニーテールの自撮りが載ってるので見てください。ね、それな、信号機黄色だけめっちゃ無理やりなんだって。
マジで無理やり、あんな無理やりなのよね。いってらっしゃい、メール見てきてね。こんばんは。ヒョウ柄のリボン見える？見えづらい。え、目充血してる？嘘。多分そんなことはないと思ってる。ももちゃんがみちゃんはお金に詳しい。違うんですよ、違う。あの、ふゆちゃんとももちゃんがマジで何も知らなすぎる。何も知らなすぎる。ふゆちゃんとももちゃんが。五千円札の方、そう、お札の人の名前を言えるだけ、みずきは。あの二人全然知らないんです。五千円札は樋口一葉さんですよね。樋口一葉。違うんだって、聞いてくださいよ。あのね、水木が、あれ、なんか、千円札は野口英世だよねって言ってたから、五千円札は樋口一葉だよって言ったら、めっちゃ二人して爆笑して、はははって言って、樋口やはは野口の間違いじゃないのとか言って、めっちゃそうめっちゃバカにされない、みずきがみずきがバカにされて、なえってなってひぐちの間違いじゃないのとか言って、めっちゃ笑って、モバメの回答はモバメで送ってくださいそうなんだっけ、そうめっちゃ笑われて、えってなって、え知らないのって言ったら、なんか五千円札え、な何を見て、ま、何を見てきたんだろう、あの二人は千円札の間違いじゃないとか言ってきて、何を見てきたのあの二人は。いや全然面白いから、全然笑うのでも嬉しいっていうか、別に何も思わないんですけど、めっちゃ樋口の間違い、樋口じゃない、野口の間違いじゃない、はははははって笑ってるから、そうめっちゃ面白かったけど、で水木がめっちゃもう調べてみなって、五千円札樋口だったらもうそっくり出てくるよって言って言って、やあれ調べたら本当だって言って、また笑ってた樋口本当だったみたいな面白い、どうやった、めっちゃどうやったでしょって言って、可愛い妹たち、いやいや冬ちゃん水木の2つ上ですよそう、ももちゃんはしょうがないとして、ふゆちゃんって思ってそう、眠そうやね、ちょっと眠い今日はあくびが延々と出るんだよね、みずき、なんでだろう
いて、ボキって言った。今日多分あんま息してないのかな。すごいあくびが止まらない。そうマジでもうすごい。だから成長させてあげたんですよ、水木は。パーニーそう、お金に詳しい。お金に詳しいんですよ、みずき。皆さん知ってますか、お金のあの札の方、真ん中の白い丸あるじゃないですか。あれ人写ってるみたいな、なんていうの、意味わかる。人写って、そうそうそう、スカシがあると本物みたいな。いいですよ、分かってるんですよね、皆さん分かってるんですよ。いいですよ、そんなわざとそんなマジでとか言わなくて大丈夫ですよ。なんか逆に傷つく。そう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 。そうだったのか、絶対してたでしょ。優しいですね皆さん。そう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 、それも教えてあげた。ただお金に詳しい人みたいになっちゃった。ね、みずきは当たり前のことしか言ってないんだけど。そうなんだ、デコボコがあるんだ。それは知らなかったな。あ、かわいいですね。ありがとうございます。お金好きですか？好きですよ。答えちゃった。あ、指なんだ、指がやつだ。田辺の財布は黒。お金を嫌いな人っていないですよ。多分めっちゃ今の部分だけ聞いた人って、聞いた方は多分何言ってんだこのアイドルって思っちゃうか。みっちゃん意識して今年から黄色の財布使ってる、嬉しい嬉しい。ありがとうございます。去年ね財布買い替えたんですよ。ちょっといいやつにしたから、なんかいいやつを長く愛用したい。ヤバトン美味しかった。ずっとなんか食べたいなと思ってたけど、なかなか食べる機会がなかったけど美味しかったです。え、黄色水木じゃない？いや、水木は黄色の財布じゃない、水木は黒の財布だけど、田辺のサイリウムの色が黄色3本だから、田辺のファンの方が黄色
黄色い瑞希のことを意識して黄色いお財布に変えたって言って、それをすごいというお話。うん、タレカツとは違うよね。でもタレカツも美味しい。タレカツ食べたい。誰かタレカツ届けてくださいウーバーイーツフ今したことないけど皆さんも黄色を財布にしてください。お金貯まるらしいですよあ、新潟、あ、新潟からか。もうその頃には冷めてますね、きっと冷めてる、もうヒエヒエ。まあ、レンジで温めればいいね、お財布黒が一番無難ですよね。リボンついてる頭に。